上の階の住人。友人は、築十何年という、古い木造アパートの一階に住んでいた。そんな彼女が、引っ越しを決めた天末のお話。ある日のこと。彼女は、ふと喉が渇き、冷蔵庫を覗いた。あいにく、飲み物の類は切らしており、仕方なくコンビニにでも行こうかと外へ出る。少し歩いてから、 何気なくアパートを見上げた彼女は、ぞっとした。彼女の住む真上の階、真っ暗な部屋の中から、こちらを見る人影があったのだ。その影は、彼女が見ているのに気づいたように、すっと姿を消した。それからもたびたび、彼女はその影を見た。決まって、夜外出するとき、見上げた窓の向こうに、だらしなく伸びた長髪と、痩せた体。 男なのか女なのか、伸びすぎた髪に隠れて、顔立ちまではわからなかった。いい加減不気味に思えてきた頃、たまたま彼女は、外で大屋さんとばったり会った。ちょうどいいからと、彼女は、真上の部屋について聞いてみることにした。私の上の部屋の人って、どんな人なんですか電気がついているところ、あまり見かけないんですけど、 尋ねると、大屋さんは、不思議そうに首をかしげる。あなたが住み始める前からずっと、その部屋は空き家のはずだけど、ゾワゾワとしたおかんが、背中を登ってきた。彼女は、不思議な大屋さんを無理やりに引っ張って、その部屋に入ってみることにした。大屋さんが、かチャリと鍵をひねる。中から、ドタドタ。 足音がして、顔を見合わせた。慌てて扉を開けると、閉め切っていたはずの部屋から、ふわりと風が吹いた。家具もない、がらんとした部屋。ベランダのガラス戸が開いている。その手前の畳の上、ふつり合いな機械が並んでいた。音響機器のように見えるもの。小さな何台ものモニター。それを見て、彼女は、 息が止まるような気がした。モニターに映っていたのは、どれも見覚えのある景色。彼女の部屋の様子だったからだ。モニターの前に落ちたヘッドホンに、長い髪が絡みついていた。ヘッドホンが繋がった音響機器らしきものから伸びるコードは、畳の下に続いていて、床下に向けた大きなマイクと繋がっていた。耳を寄せると、 知らない声が言った。ずっと見てたよ。真ん中のモニターに、こちらを見る影。にやりと笑った、長髪で痩せぎすの男の姿があった。